空。ずっとね、多分私死ぬの怖くなかったの。鳩はいるけど、ここにはもうお母さんはいないし、何か楽しいことがある場所でもない。空が来ちゃった。それだけじゃなくてね、空の記憶と思い出、私の中に入ってきた。私の行ったことのない場所、聞いたことのない音、味わったことのない食べ物、嗅いだことのない匂い、空、世界にはこんなにたくさんキラキラ輝いているものがあったんだね。だからみんな死ぬのを怖がるんだね。私、自分の毎日を失うのなんて全然怖くなかった。栄養のために味のない魚を食べて、ただ空を見上げる毎日、いつ亡くなってもよかったんだと思う。でも空の毎日は違った。ごめんね空、私何にも分かってなかった。空が感じてる怖さも悲しさも全然分かってなかったよ。今はもうどこまでが空の感情で、どこからが自分の感情なのかも分からないくらい、私の中で私の記憶と空の記憶が混ざり合ってて、怖い、悲しい、死ぬのか怖い。こんな世界を知らないまま死ぬのが悲しい。空、巻き込んでごめんね。こんなに辛い思いさせてごめん。私たち出会うべきじゃなかったね。
空。少しだけ一人にしてくれる？大丈夫だよ。離れてもいつでも空を感じてる。空の思い出を一つずつ自分に溶かしていきたいの。私もちゃんと空の気持ち受け止めるからね。過去に戻ることができればって考えていたこともあったけど、最近はそう思わないんだ。それはきっと今の私が幸せだから。一歩一歩少しずつ自分の夢に近づいている実感があるから、多分椿のおかげ、椿との時間が楽しい。本当に頭が良くて心も優しい人だよね。私はもう一人とっても優しい人に出会えたんだよ。毎日この話してるけど、どの放送が届いてもいいように毎日その人の話するからね。今も私はその人と一緒にいる。私を助けてくれた。私の幸せを本気で願ってくれた。私の大切な人。
ね、あの空港で出会ったんだよ。崩れた天井から星が綺麗に見えてた夜、私は。なんだよ。らしいな。ニューラルネットワークのことか？お前、何を考えている？その通りだが、そんなことを説明した覚えはない。人の脳にそれだけの神経回路があるのは、人一人に対してそれだけの機能が必要だからだ。お前の方法には決定的な穴がある。イザナ博士が電波食いを起こしたのは、
人工バトのネットワークを補助脳としてだけ活用するためだ。外部からのノイズを遮断して地球上の人工バト全ての力を借りて、やっとお前たちは立っていられる。現にこの成山周辺の人工バトを減らしただけで、かぐやの視力は落ちて平衡感覚が鈍った。お前とかぐやの相互通信が可能だとして、補助脳の機能を形成できたとしても、処理できるのは一人分の生体機能だけだと考えた方がいい。その場合の外部ノイズはお前の五感すべてになる。つまりお前という個体はこの世からいなくなる。死ぬのと同じだ。お前、そんなことかぐやが望むとは思えない。記憶か。お前の質問への答えは、可能性はあるだ。医療の現場で人の行動を外部からプログラミングできるようになったのはもう20年も前の話だ。生体の機能を停止させて脳に外部からアクセスするのは技術的には可能だ。お前とかぐやは電波食いの最中でも通信できるしな。一つだけ条件がある。かぐや自身が同意すること。かぐやもそれを望むなら手伝ってもいい。大掛かりな設備が必要になる。すぐに取り掛かって29日に間に合うかどうかってところだろうな。人使いが荒くなったな、お前。お前の指導を引き受けた覚えはない。
空の思い出はいっぱいあるね。昔のことも、今より未来のことも。ねえ、空。二人は、空と椿は、とても幸せな時間を過ごしたんだね。二人が結ばれる未来もあったって、椿には話したの？どうして？